皆さん、おはようございます。センキャンのよ、シンキンでーす。皆さん、今日は、金曜日、10月の金曜日、カノヤは、いい天気です。とっても暑いです。そしたら、私、朝から起きて、子供の学校の準備、すれてて、すり替えたら、昨日、私、落花生の中学ですね、昨日は。あとは、まだ苦労してない。朝から、7時半かな ?7 時半まで、クロス目終わりました。今は30キロ。今は35キロです。これ、で、センちゃんで、今から、6歳市場のモテする皆さんに見せたいです。釣りはまた6歳市場書いて、また落花生の中学、皆さんに見せたいです。今日は旦那さんは、辛いもの中学、二人は大根巻き、お父さんは、畑のおたり、大根の巻く準備、皆さんに見せたいです。今日は一日で頑張ります。はい、今から土佐市場行く。
皆さんこんにちは、しんけんです。皆さん今日は何曜日け金曜日10日ですね。そしたら9ヶ月、今私畑のあそこナスビの後、今度は高菜マーク、種マークかな。今日は高菜マーク皆さんに見せたいです。これ簡単の高菜、2デースだけ、2デースは高菜、これはほうれん草、2デースはぼっくり植えた、明日雨、また明日植える、今日は準備です。はい、今からね、もうするこっちで子供を迎えに、今からマーク、早くマーク皆さんに見せたいです。はい、マーク私はね、これ皆さん投稿す楽しみ、見てみて、どんなやり方、みんな違うですね。私の考えで自分でやって皆さんに見せたいです。はい、みなさんこんばんは、せんけんです。みなさん今日は私とっても忙しいです。明日は雨です。私だけじゃないです、旦那さんもとっても忙しい。早く大根の巻く、今度明日から毎日雨ですね。私もね、今日はみなさん見て、100円野菜はカラップです。落花生中核は少し見て、一つ距離もないです。明日分の、持てては少ないかもしれない。まあ、できるだけ、今日は私はね、野菜の、白菜の、多いところ、間引き、別の植えて、そしたら、高菜、ほうれん草、種まいた。皆さんは、私の種まいたは、こうして、それ私はね、好きです。自分で考えて、自分でやって、前はね、旦那さんも、皆さん見て、種まき、旦那さんも、買ってくれた。今日、前からね、買ってきて、私、とろんど使わないです。これは、とろんど使わない、レタスハウスだけ、使う。私は自分で考えて、パラパラパラって、それは安心。わかるから、私はね、わかる。こんな出るか出ないから、これ私はね、皆さん、今から冬の野菜の楽しみ待ってね。私も毎日楽しみ、楽しい、嬉しい、仕事です。みんなはね、大変ですか？皆さん、私はね、ラオス人です。日本の来てはとっても便利です。野菜の作って、私は野菜の作って100円の自分でお店出す。すごいお客さんもいくらでも売るです。私毎日喜んで作って100円出す。そしたらね、日本は便利ですね。皆さん、とっても大変はないでよ。私は好きです。店も何でもあるですね。道路を走っても、車どこも走ってもでき、店も何でも欲しいも買うもできるから、それは大変はない。いいのあるです。みんなわかるかな？もうわからないとか、何言うかなって、まあ、みんな考えてね。はい、今日はね、私は、野菜、白菜、高菜、ほうれん草、種まいた。そしたら、落花生、少し、収穫。今は、7枚です。私は晩ご飯準備終わりました。
今日はね、魚、私買い物して、魚お刺身と、子供はね、何かね、ハンバーグみたいにね、ハンバーグらスパゲティにやって簡単で。はい、皆さん、まだだよね。明日も土曜日ですね。明日みんなはお休みですね。楽しいね。私も明日も土曜日けど、また明日も仕事です。明日も雨前で早く苗、ぼっこり、白菜、また畑にいっぱい撒く。また、はい、皆さん今日は最高まで見てくれてありがとうございます。また、センキャンのよ、見てねー。バイバイ。